こんにちは。今日はサイプレスの PSOC4BLE のデモについて紹介したいと思います。こちらをご覧ください。このアプリケーションはまずはホームアプライアンスのシステム、この BLE、 我々のサイプレスのモジュールですね、こちらを使って、コントロールをしております。そして BLE の通信はこれ BLE の通信でございまして、こちらが我々のタブレットに我々の CY スマートというアプリケーションも無料で出ております。例えばですね、こちらの方で LED を制御する際にですね、ここをクリックすると、LED のピッチャーもらえます。LED です。また相互通信ができるようになってますので、もしこちらで、例えば煙やセンサーでアラームが出た場合、ちゃんとこちらでアラームが表示されるというような、まあ、完璧な相互通信を実現することが必要です。またですね、我々のこの PSOC クリエイターというところに BLE のコンポーネントがございます。例えばですね、BLE お客様の方で開発したいときに、このコンポーネントを右から左にドラッグアンドドロップしていただいて、こちらを立ち上げていただきますと、各プロファイルが設定できるようになります。例えば今はカスタムになってますけれども、お客様の方で例えばハートレートだったり、プロキシミットだったり、いろいろなアプリケーションを我々の方でご用意しております。でこちらの Bluetooth のコンポーネントをただ追加するだけで必要なソースコードですね、全て自動で生成することができます。これが我々の特徴、BLE ソリューションの一番の特徴です。